里志がと神社は、栃木県宇都宮市、徳次郎町にある神社。近代社格制度に基づく、旧社格は合社。徳次郎六家号の陳守であり、社名の里志がとは、陳地の名、千勝森に由来する。法棄九年に、日光二ら山の神社を勘定して創建したと、伝えられる。主祭神は、大見尊いの地で、田心姫命と、 アジシコを彦根命を合わせて祀る。五国法上、家内安全、無病を息災に利益があるとされる。江戸時代には、徳川氏の数計を受け、車両五国の寄進を受けた。例祭は毎年8月1日に再行される。この夫妻として、徳次郎六花号が、それぞれ一台ずつ彫刻屋台を運行し、里氏が都神社に集結する祭人が3年に一度、 行われる。直近の夫妻は、佐都市が都神社夏祭りとして2019年7月26日に、宵祭り、7月27日に本祭が再行された。夫妻は7月31日に、宵祭り、8月1日に、霊大祭として行われていたが、第二次世界大戦による中断を挟んで1946年に復活し、 5から10年に一度という不定期最高の時代を経て、1976年にふるさと宮祭りへ参加したことを契機に3年に一度の定期開催に至り、2004年より7月の最終金曜日、土曜日へ変更された。屋台は各号を19時に出発し、校内を一巡して日光街道を通って神社を目指す。すべての屋台が神社境内に到着すると、 ぶっつけと呼ばれる林の共演が行われ、祭りは最高潮に達する。8月1日に本祭を行っていた頃は、ぶっつけは8月2日へと日付の変わる0時に始まり、露天や持ち寄ったご馳走を楽しみながら、夜を明かし、明け方に林を奏でながら屋台は覚悟へ戻っていった。ここで運行される屋台は、幕末から明治時代にかけて、 下津賀郡戸田村の磯部義信らが彫刻したものである。徳次郎町の覚号が保有する全六代の屋台は、徳次郎里氏が都神社祭礼夫妻屋台の名で、宇都宮市指定有形民族文化財に指定されている。この他祭短祭、節分、記念祭、新目祭り、冬、私祭りが行われる。ケヤが都神社の鳥居の両脇に生えるケは、 日本とも、樹高約40メートルの巨木で、栃木県指定天然記念物である。栃木県の天然記念物指定日は1954年9月7日で、指定上の名称は単に、ケやきである。1989年6月15日には、徳次郎のケやきの名称で、栃木の名木百選に選定された。東側の株は、目通り周長が約8メートル、枝は、 東西方向に約26メートル、南北方向に約44メートルで、西側の株は目通り周囲長が約7.3メートル、枝張りは東西方向に約23メートル、南北方向に約37メートルである。樹齢は約700年と推定され、樹勢は衰えつつあり、幹の株は空洞になっている。1994年に、 受精回復措置が取られた。なお神社から北西に約500メートル離れた地点に神徳次郎の欅と呼ばれる欅の巨木があり、樹齢は同程度であることから、佐都市が都神社の欅の兄弟と伝えられている。自動車利用の場合、宇都宮市街から日光街道を北上し、徳次郎交差点からさらに北へ800メートル進んだところに位置する。 ただし神社に駐車場はない。公共交通機関利用の場合、JR 宇都宮駅から関東自動車で日光方面行きに乗車、紅用中前下車、徒歩約1分。ありがとうございます。